目スタートしました、大阪スタート、今日は400キロぐらいかな、400ちょっと走らなきゃいけない。まあ波任せです。ちょっと雨が来てるようなんで、虫というか来てるので、雨に追いつかれないように早めに出ました。南木曽あたりで追いつかれるかなっていう感じですけど、
食べなくなった。食べてもないから電波はあるでしょう。帰りも雨だったよな。日光でちょっとね、
晴れはしなかったんだけど、少し雨が小降りになったっていう感じだったんだね。だからこの程度の雨は雨のうちに入らないんだよね。
天気良かったら絶対景色良かったろうな。水がすごい流れてるけど大丈夫かな。タイヤが滑らないようにしてくれるね。
うん、でもね、雨が滑るとかね、道が歩くのが飛ぶっていうね。